はい、おはようございます。はい、カムマテリアル、はい、マテリアルの坂部五郎です。カムイの日浦です。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、12月12日ですよ。1212ですよ。はい、お12お12って感じですね。おっさん出ましたという感じなんですけども、はい、はい、まあ笑ってるんですけど、なかなかコロナ厳しい状況で、そうですね。まあ11日でね、時短は終わったんですけどね。昨日でね、時短要請は終わりました。はい、はい、はい。はい、まあ、自粛要請がね、まだ続いている感じで、そうなんですよね、真っ赤っかですからね、そうですね、まあ、合わせて赤い感じで、うん、はい、言ってますから、なるほど、はい、ほんまかって感じですけど、はい、いや、この間ね、はい、あの初めてですね、僕、はい、取材というのをやらせてもらったんですよ。ほう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 。あのここでほら、あの前にあの試写も見させていただいた、はい、あの佐々木インマイマインという映画ですね、はいはいはい、あのびっくりしますよね、あれ長編一発目やのに、あのシネコンで1日5回転とかやってるってすごいですよね、すごいですよね、はい、なんかですごいなと思いつつ、はい、でここでも見させてもらっていい映画やなと思ってたんですけど、はい、あのまあ、ちょっとご縁というか、あの高橋さんからのご縁で、はい、あの取材にっていう話があって、はい、舞台挨拶、はい、はい、あの大阪あのステーションシティシネマの方でやった舞台挨拶の取材に行かせていただいて、監督と出演者、はい、そうです、監督出演者の取材行かせてもらって、はい、写真撮ってですね、で記事に上げさせていただいたんですよね。あのなので皆さん、あのぜひカムイのホームページ見ていただくと、はい、記事載ってますんで、それもまた見ていただければなと思うんですけど、はい、まあ、あの映画自体は、ね、しっかりした映画でしたん で、 そうです、ね、あのまあ、正直言ってあの なんていうんですかね、落ち着いて見れるというか、うん、あの なんていうんですか、僕あの正直言って自主制作映画が嫌いとか好きとかじゃないんですけど、はいはい、あの押し付けがましい映像が嫌いなんですよ。あ、まあまあ自由ですからね。いや、そう、うん、自由に撮れる。悪いとかいいとかじゃないんですけど、はいはい、なんか ガンガン来るこう押し付けがましい映像が嫌なんですけど、あの映画はね、はい、ずっと見てられるんですよ。あ、だから構図とかすごいしっかりしてて、ね、しかもあの中のね世界観がすごい統一されてて、はい、あの現代とそのまあ過去の話と両方あるんですけど、はいはい、現代は現代、過去は過去で、ちゃんとね、あの美術さんもすごい統一感作ってあるんですよ。だからそういういろんな意味でも映画としてもよくできてるなって、まあとてもその長編初の監督と思えないような、すごいですよね、しっかりした映画でした ね、 はい、はい、でかつ若者としても爆発力もあるので、まあ、あのまたスクリーンで見たいなと思う映画ではあるんですけども、はい、なんてことをですね、あの今日は挑戦者は、はい、映画監督なんですけど、その監督の前で別の映画 の、 あのことを思いっきり褒めちぎるというね、これはなんかプレッシャーになるんかならないのかみたいな話なんですけど、かなりチャレンジャーにプレッシャーを与えてるのかもしれないですけど、いや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 、あのいやでもね、そのやっぱり映画を作る人間としていつも思うのが、映画見てて、あ、ここもうちょっとなんか粘られへんかったんかなとか、そんなは多々ありますよね。あの特にその僕の場合、そのこの出演者がすごい頑張っててね、あの役者がここで演技見せてんのに、なんでここもうちょっと寄ったれへんねんとかね、うん、あのここの心情もうちょっと表すんやったら、もうちょっとそこも寄るか手に寄るかなんかあるやろとか、なんか思わず言っちゃうんですよ。でも佐々木舞舞に関しては僕はほとんどそういうのがなくて、うん、はい、まあ2箇所ぐらい言ったぐらいですかね、はい、あるんかいって誰が突っ込んだ今すごいもう総ツッコミあるんかいっていう総ツッコミが聞こえてきましたけど、はい、まあそんな感じなんですけど、はい、はい、まあ行ってきまして、はい、まあ、なかなかその何て言うんですか、自分は監督として舞台挨拶する立場があるじゃないですか、はいはいはい、なのに逆 に、 聞 く、 に、ね、あの聞く側に回って写真撮ってるっていう、すごい不思議な感覚やなと思ってなんか新鮮な思いでやらせてもらってましたね、はいはい、楽しませていただきました、はいはい、ありがとうございました、はい、はい、という感じなんですけれども、さあ、いよいよもうね、お話いい感じで温まってきたところで、はい、これ多分ね、ドキドキしてると思うんですよ。すんごいドキドキしてると思うんですけど、もうこの後が楽しみでしょうがないですね。そうですね、はい、なんかどんなプレゼンが聞けるかと思うんですね、はい、やるなぁはい、ということで、では挑戦者お呼びしたいと思います、はいはい、松本監督お願いします。はいこちらへどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松本大輝です、はい、よろしくお願いします、はい、いやでも監督あれなんですよね、はい、僕あの初対面だと思って今日やってたんですけど、実はなんと僕の吉尾の映画の上映会に来ていただいてたという、その時全然ご挨拶してなかったの本当に。だから全然あの話を、はい、吉尾の話を僕聞きたくて
このコケするなってもうやめて。なんでやねん、なんでやねん。やらなきゃやらなきゃ。昨日から上映やっとるから。ちゃんと言わない。いや、そうですね。いや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 、本当に。いや、でも今日は僕もすごい楽しみで。いや、本当、何もわからないまま来てしまったら、はい、いきなりこう、なんかプレゼンが、ね、をしてもらいます、ね。しかも10分も喋るって言われてね。チャレンジャーって、どういうことなのかって。はてなはてなで今ここに。それもう本当、高橋さんちゃんと言うとかないよ。はい、はい、という感じなんで、まあ、はい、よろしくお願いします。じゃあですね、あの今からですね、あの判定人の方を呼びして座っていただきます。はい、で、はい、で、今からスタートって言ったらそこから喋っていただきます。で、10分間で PR をするわけですね。映画の自分の映画 の PR です。今初めて分かりました。はい、はい、今初めて分かりましたよという感じです。はい、はい、で、後ろで、はい、あの時間を計ってますんで、うんうんうん、で、あの喋ってる最中に途中で突然、はい、あの5分経過とかで言われちゃいますから焦らしにかかりますので、はい、それに、ま、めげずに頑張っていただきたいと思います。はい、じゃあまずは判定人の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいはいはい、ということで、今回からですね、今回からですね、今回からですね、これが出てくるんですよ。はいはいはい、今まではこうやって丸とか×とかやったんですけど、はいはいはい、今回からこのプレートが出てきてますんで、はいはい、初めて使うんでみんな嬉しくてしょうがないです。はい嬉しくてしょうがないんで、どっちも出したらどうしようかな、はい、という感じで、はいはい、やらせていただきたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、準備ですか。はい、いきます。はい、はい、ではいきますよ。はい、はい、このプレゼンありかなしかスタート。はい、今回私がですね、監督させていただきました、はい、コケシセレナーデ、はい、長編、あ、ごめんなさい、はい、ちょっとモノクロで申し訳ない、全然全然、長編2作目ということで、はい、これがおそらく世界初、コケシがこんなにたくさん出てくる映画この映画の中で62体なんと出てまいります。で、どんな内容かと言いますと、はい、僕あの1本目この前の作品ミポリンというですね、ちょっとホラーテイストな作品を撮って話題ありましたね。そうなんですよ。で、こけしの映画を撮るって言った時に、うん、あのみんなからホラーかホラーか、こけしが爆発するんかみたいなそういう映画ではございます。あ、違うんだ、はい、違うんだ。で、さらにあのちょっと前あの、はい、別の監督に会った時に、こけしの作品ですって言ったら、はい、ちょっとなんかこうエッチな作品って言われたんですけど、はい、そういう作品でもありません。はい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 、これはもうヒューマンというかラブストーリーですね。あ、おちょっとコメディも入ったラブストーリー、うん、この今、コロナがね大変なことになってますけれども、はい、緊急事態宣言が出てあの自粛生活を送っている夫婦の話なんですけれども、その夫婦の奥さんがちょっともうストレスが溜まって、うん、ある時こけしを買うと、おでどんどんそのこけしが奇妙なことに増えていく。え、奇妙なことに、奇妙なことに、え、勝手に増えるんですか。そこはですね、あの映画を見ていただきたいんですけど、はいはいはい、もうそのこけしがあるところに置いたら移動してたりとか、はい、寝てて、うん、あの起きたらこけしが一列に並んでたりとか、おかしいでしょ、絶対おかしいで、ホラーじゃないですか。いや、ホラーかなと思うんですけど、そのこけしに並んでるこけしついていくと、あー、うわー、なんだその先の展開が、うん、あっと驚く、おお、ため頃ですよ、はい、ちょっとホラーテイストから始まるんですけれども、はい、まあ、最後はちょっとこのコロナ禍ということもあって心温まる感じにしてますので、なるほど、はい、ぜひ見ていただきたい。なるほどなるほど。何分ぐらいですか。まだ全然序盤ですよ。まだ5分いってない。もう見どころ全部いっちゃったから、あのじゃあ分かりました、はいはい、分かりました。あの僕がちょっとあの、はい、お願いします。いきますね、はい、あのこれだから要はコロナ禍のっていう話っていうことは、はい、この企画自体はだいぶ最近、はい、そうなんですよ、なんですよね、はい、だから緊急事態宣言明けてからすぐに、取り出して、うんうん、7月、そうですね、だ緊急事態宣言明けたのは6月で、はい、そこからまあ1ヶ月半ぐらい、うん、7月の中旬ぐらいに完成してましたので、おめっちゃスピードですね、はい、これ何分ですか今、75分です。75分、うわー、吉尾より2分多いそうなんですよ、一緒にしとけばちょっと2分経ちました、ジャック、くそー伸ばしたりして
はい、ほうほう、そうなんですよ、いやでも75分をその期間で仕上げるって大概じゃないですか、はい、そうですね。でもなんか今やんなきゃっていう思いと、あとその時まだ、外で撮影することもちょっとはばかれるような時期でしたので、片山さんというちょっと知り合いの自宅を借りて、はいはい、実際に出てくるこけしっていうのもその片山さんのお母さんがコレクションしているものだったんです。でもこのとにかくうちにたくさんこけしがあるこれを使ってもなんとか無理やりでもなんとかこう物語作れないかっていう中でも考えて、そっから来たの。そうそうです。もうだからやれることでみたいな、その外に出れないし、なるほど、役者さんにも声かけれないし、それはでも逆に言うとあれじゃないですか、はい、そこものすごいあのポイントじゃないですか。あ、そうですね。うん、なんで言わなかったやろ。今までの、 あの、はい、映画とは全然違うプロセスで撮ってるってことですよね。あ、そういうことです、そういうことです。そもそも考え方自体が全然違う考え方で作られてるから。でリモートっていう選択肢もあったんですけども、一度もリモートの短編は作ってたので、そこからまあ一歩出て、はい、あのやるためにはどうしたらいいかなっていうことで考えて、今回ワンシチュエーションでもう家の中で人数も絞って、もうできることでやろうという、うん、チャレンジってことですね。チャレンジまさにこれですね。まさにチャレンジですよね。はい、すごいな、テンション高いな、いいな今日。すごい楽しいぞ俺。どんどん前に出てくる。いやいや、いいですいいですいいです。はい。なるほどなるほど。へえ、でも。はい、そのなんですか、一番苦労したことって何なんですか。あ、苦労したことはですね、あの最後にちょっとこう、セレナーデっていうタイトルついてくるぐらいなので、はい、音楽でちょっと今回勝負したと思いまして、最後にこの片山さんという方にもうすごくいい名曲を取ってもらったんですけれども、それをちょっとこだわりとして、先に大体そういうのって音楽を取ってから映像を取ってそれ合わせていくような、まあ、ミュージックビデオみたいな作り方するんですけど、ちょっとそこだけは本物で行きたいなみたいなちょっとこだわりも出てきて、もう映像と音を一緒に撮る。おお、まだ5分ですからね。まだ5分ですからね。まだ5分ですからね。まからね。あと半分喋るから、ね、もう喋ることないですよ、ね、聞いてっから聞いてっから聞いて最後吉尾の話になってないから。そうですね。いやいやいや、こっから吉尾でいいじゃん。いやいやいや。いやいやいや。はい。いやだからこだわったんですよね。そうです。そこがやっぱりいろいろ揉めましたし、役者さんにももうこれは1回しかやりませんと。もう本物をやりたいんですよ。はいはいはい。でそこはやっぱり役者さんもそうですし、スタッフも含めてこう揉めながら、いやもうスタッフもそんな。一緒に撮るのは無理だと、その映像と音を登録でやるのは無理だというのですごく揉めたりもしたんですけれども、どうしてもそこはこだわりたかったので、だいぶそこは揉めて、はい、なんとか取り切ったという感じ。取り切ったんですよね、はい、おー、それはだから相当見ものじゃないですか。そうですね、ラスト何分ぐらいですか、そこは。そこね、ラスト10分ぐらいですね。10分か、長尺ですね。そうですね、それ結構あれちゃいます、相棒の、はい、冒頭の10分長回し並みじゃないですか、ね、そうですね。長回し10分はかなりですよね。そうですね。おうおうおう、まあだからそう苦労したところっていうとそれぐらいかなとは思うんですけど、ね、いやでもほら、はい、その表情のないこけしに表情をつけるって大変じゃないですか。ああ、そう、こけしの取り方ですね、うん、そうですよね。だから同じ撮り方してたら全然あれやから、多分いろんな撮り方されたんじゃないですか。ああ、そうですね。あとこけしが要はその、うん、なんていうんですかね、作られてる地域によって違うんですよ、うん、違いますよね、まあ、宮城だったらこれとか、うん、青森だったらこれみたいなのがあって、うん、それ形は違うんですけども、うん、その種類によって、だから62体もあるんで、同じ種類のこけしとかが多いわけですよ。なるほどなるほど。あれ、さっき撮ってたのこれだっけみたいな。顔がもうほぼ一緒なんで。なんかシールかなんかでナンバリングなんかしとかないけですよね。しとかないと、あれどれだっけみたいなのを、片山さんのお母さんがコレクションしてたんで、もう全部監修してくれて、あ、これはこっちだったとか、場所もそうですね。持ち主は分かるんですね。持ち主は分かる。で意外とそういうところまで見てるお客さんいるので、おー、あれカットがあったらなんかこけし色してるなみたいな。なるほど。ね、そこまで見てる。それが意味があるのかないのかみたいな話ですよね。そうですそうですそうです。はー、そういうところも気をつけて。こけしの移動、皆さん注目してくださいね。シャッと変わったらこけしの位置が変わってるかもしれませんから。そうそう、そのカット何カットあるかとか、それ見てたらなかなか楽しいですよ。はい、そうですかね。だから僕はそう、はい、そうですね。あとはまあやっぱり作曲、オリジナルで楽曲を作ってるんで、僕というよりもその演じてくれた主演の片山さんが実際音楽も作ったので、はい、片山さんはかなり大変だったと思います。
しかもそれを、はい、あの生というか道録で道録でやるっていう、はい、もう上気を一掃というかもうこの時期に映画を作ることで、うん、まあまあまあ確かにそうです、まあ、確かにそうですしかも夏でしょ、しかも夏でしょで室内やし、はい、であの音取ろうと思ったらそうそうそうあの音出せられへんから空調とか止めなかったしめっちゃ暑かったでしょ。勢いでちょっといやもうなんかねやっぱり、ねはい、制作者としてやっぱり制作者じゃないですか、はい、制作者としてここ苦労してんやろうなって思ってしまうんですよ。だから あ, ありがたいですね。だから僕も吉野見た時に、うん、思ったんですよ。吉野の話くの吉野いやこれなんかめちゃくちゃかっこいいアクションシーンなんだだこれ何回撮ったんやろうとか、ね、そうですよね。そうかアクションの監視は誰がしてるんやろうとかすごい気になる。それ全然週にここで喋ってた人が監視やってたんですけど、ね、あそうなんですね。そうそうです、はいはい、いやだから本当アクションシーンやりたいんですけどそういう人が周りに見ないんで声かけてください。声かけてください。なんか作りません？はい、いやいや作りましょう作りましょう作りましょう。はい、はい、もう1分前です。アクションがいや何の話これ。これちょっとプレゼン変わってきたよこれ。こけしも入れつつ。じゃあこけしアクションみたいな。こけしアクション映画みたいな。皆さんひょっとしたらあの上映した時してる時にはこけしがアクションしてるかもしれない。嘘嘘。推察してね。今から推察して。いやそうですね。いやでも本当にね、はい、そのこのコロナ禍で、はい、我々やっぱり制作者としては、はい、コロナ禍でどうするかっていうのがすごいやっぱ悩みじゃないですか、はいはいはい、でその中でもチャレンジをして撮影をされたっていうこと で、もうちょっとなんていうんですかね、うん、あがきたかったというか、うん、もうなんかもうこの1年本当コロナ、ね、いや本当にそうですね、はい、なってしまったんで、はい、そんな中でも一つ作品をどうしても作りたかった。なるほど、皆さんぜひこの作品見に行ってください。お願いします。昨日から公開してます。よしおもお願いします。終わりそう、終わりそう、終了、終了、はい、終了です。どうもお疲れ様でした。いや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 、意外と10分長いでしょ、長いでしょ。5分の時にどうしようまだ5分なんて感じでしょ。ね、わかるわかる、すごいわかります。いやすごいな。いやでもねこれね、なんで10分やったかっていうと、はい、あの一番最初に僕が10分って言い出したからなんですよ。あ、そうなんですね。でしかもそれなんでかって、はい、自分がプレゼンを1回目僕がプレゼンやったんですね。あ、はいはい、でその時にあの坂本龍馬のいろは丸事件談判の話とかそういう歴史的な話を説明するのに10分ぐらいいるよなと思って、10分でって言って勝手に10分って言い出して、後の人みんなそれに引きずられてるだけだから皆さんやっぱりちょっと時間持て余しちゃう。あのでも大体僕がフォロー入るから大丈夫です。そうですか。いやなかなか難しかったです、はい、ちょっと緊張です、ね、いやいやでもたあの、はい、楽しいプレゼンありがとうございました。いやいやこちらこそありがとうございます。はい、それではですね、はい、後ろに控えているが判定人がそろそろこう うずうずしてますから、はい、はい、判定に入りたいと思います。はい、はい、それでは、判定人の皆さんよろしいでしょうか、はい、このプレゼンありかなしかよろしくお願いします。せーの、やったー。はい、はい、丸三ついただきました。よかったね、あのモザイクかかってよかったよ。まあかかったらかかったって美味しいやけどね。美味しいですけど、みんな丸になってるとかじゃないですよね。僕初めてちょっと、はいはいはい、出させていただいて、あの今のところまだ罰出てないです。、はい、今のところまだ罰出てないです。はい、誰にが罰になるのかが僕らは楽しみなんです。楽しみ、はい、はいはいはい、ということなんですが、はい、番組はもう少しね、続きますんで、はい、よろしかったら後ろでね、あ、わかりました、見学していっていただければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、はい、はい、ではあゆさん、おはようございます。おはようございます。はい、お店の宣伝に参りました。はい、はい、12月14日月曜日、プチラッシュがございます。プチラッシュです。プチラッシュです。ちっちゃくちっちゃく、プチプチなんで、ちっちゃく走ります。はい、で、はい、その翌週もラッシュがあります。はい、チームラッシュ、はい、21日ですね。はい、はいはい、月曜日は毎回走っております。はいはい、今度は大きくラッシュしますので、はい、はい、ぜひお越しください。はい、はい、いやいや、はいはいはい、マテリアル2周年&メリークリスマス&ハッピーニューイヤーフェスティバルがございます。長い。23から27日の5日間ございまして、自主映画の上映会であったり、音楽ライブであったり、演劇であったり、 YouTube のライブ配信、生ライブ配信、公開
公開しながら、はい、配信いたしますので、はい、ぜひお越しください、はい、詳しくはホームページの方に載せておりますの で、はい、盛りだくさんなんですよ。盛りだくさんすぎて、もう盛りだくさんすぎてここでね言うとね、ここにもう字ばっかり並んで僕らの顔が見えなくなるんです。すいません、はい、すいません、はい、よろしくお願いします、はいはい、ぜひぜひご覧ください、はい、お越しください、お待ちしております、はい、カモンマテリアルです、はい、カモンです、はい、はい、お願いいたします、はい、じゃあ帰りたい、早いな今日は、はいはい、はい、では高さん、はい、おはようございます、はい、おはようございます、はい、シネマというのかなぐらいです、はい、あやさん短かったら今日はちょっと長めにお、はい、あの先のコケステルナで、はい、上映館を言ってますんで、あーなるほどなるほど、はい、12月10日金曜日から、OS シネマズ神戸ハーバーランドの方で上映中でございますんで、ぜひともよろしくお願いします、はい、ね、これね、あの映画監督そういうとこ抜けるんですそうそうそう、はい、それがシネマコミュニケーターの役でございますので、よろしくお願いします。まあ神戸の方がコケステルナに行っていただきまして、はい、うん、神戸以外の方はね、はい、ちょっと違う作品と思いながら、はい、これも昨日から上映、いやこれはねもう私も待ってましたよ、ね、こけしも待ってるけど、これも待ってるという作品でございます。はい、はいはいはい、監督が好きな作品でございます。はい、天柄門ですね、天外門とか言って天柄門でございます。はい、これは大阪商人のですね、はい、そうですね、もうあの大阪商人の恩人です、はい、恩人の、五代友厚さんですね、はい、が映画を描いてきた、はい、で、まあ一応、実話をもとにオリジナルストーリーだった、はい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 、だからあのこれが全部歴史そのままかというと、はい、そうではないんですけども、うん、これ、明治維新でしたっけ、はい、そうですね、その時のを描いてますね。で、坂本龍馬が出てくるということ で、はい、で五代友厚さんはお亡くなりになりました三浦春馬さんなんですけども、もう一人の三浦翔平が坂本龍馬を演じているということですね。で、まあ、だからあと時代的には伊藤博文さんとかも、はい、出てきて非常に面白い作品になっております。はい、これ監督はですね、田中光俊監督と言いまして、はい、カリナ189とかとりまして、はいはい、脚本は小松恵理子さんで、その作品で日本アカデミー賞優秀脚本賞をノミネートされてたという。これ監督芸大ですよね。そうですね、そうですね、はい、はい、また9月生まれですよ、9月生まれにこだわる、9月生まれ、はい、うん、僕も9月生まれ、そうそう、なんかね、大阪生まれ、9月生まれ、なんかこの9月生まれの監督多いんですよ、ね、わざわざ後でやって、あ、9月に行く他のその映画の大事なことひらわんと、はい、誕生日だけ、ほんまや、ほんまや、誕生日だけもひらってくるっていう作品があるんですね。ぜひともあの大阪ね舞台になってますんで見ていただきたいなと思います。はいはい、TM のボレボレね、西川さんも出ますしね、はい、あの岩崎彌太郎で、そうですね、ね、このさ、岩崎彌太郎を見てもまた監督を思い出す、ね、あ、そうですね、あのペンネームが、はいはい、いや、ペンネーム言うとあかんです、あ、そうなんです、あ、ごめんなさい、ね、岩崎彌太郎っていうライターがいるんです、あ、そうね、ライターがいるんですでございます、はい、お願いします。こちらはですね、東シネマズ梅田、難波、西宮 OS 他で全国動物の公開中ですので、よろしく見ていただきたいと思います。はい、そして今日は何か、はい、昭和というか、はい、あの、はい、日本の映画続きますけども、はい、こちらがですね、東京は、東京と東京の方こけしテレビはしてないので東京これやってます、はい、ブライでございます、はい、関西の方は、12月18日から京都南会館出町座、はい、19日土曜日から重曹第7劇場で公開ですね、はい、ブライですね、ブライです、これはもう昭和時代のね、はい、あのまあブライはならずもんって言いますかね、ヤンジャボーズって言うんですよね、はいはい、あのヤンジャボーズの、まあはい、組長さんになっていって、まだそこからの群像劇ですね、はい、監督が井筒和彦監督でございました、はい、だからもうすごい、ね、この役者さんが、ね、普通、ね、こんだけチラシに名前載せないですね、これはやばいです、載せないといけないぐらいの人を出してて、はい、なんですけどね、B5 のチラシですからね、そんなに載せてどうすんねん、はい、で、あの主演が、初代エキザイルメンバーの松本俊夫さんが、はい、もうダンスなしで演じてるという作品でございます、はい、もうとにかく作品はその昭和時代、ね、敗戦後から高度成長期、そしてバブル前の崩壊のぐらいまでを描いてるんでね、うん、その方を中心に描いてるんですけど、やっぱり組同士の構想とか、ね、はい、いろいろあって、はい、でこれまたあの奥さんだって姉御さんね、うん、姉御さんがよくて、うん、そっちばっかり見てました、ね、なんでしょう、こんな今までの、はい、あの極道の妻と全然違う、極道のお姉さん、可愛いお姉さんという感じでございます、はい、そうです、その辺はね、あのね、この間井筒監督に
はい、あ、そうですよね、インタビューをね、してきましてね、もうしたんですよね、晴れ時々殺人会34年でございます、はい、あんまりでも、はい、井筒監督としては8年ぶりの作品ですね、尼崎でも、はい、ムービックス尼崎さんでも撮った黄金を抱いて、はいはいはいね、はい、これを撮って8年ぶり、そうですね、だ一応、まあ、監督役、はい、公開してからね、8年って言ってましたね、はい、あ、なるほど、制作とかやると8年違う、なるほどなるほど、そこまでそうか、はい、チェック入りましたけどね、なるほど、はい、でもなんか、まあ、この時期やから、まあ、年末年始なんで、うん、娯楽作品として見てくださいって、うん、なるほど、でもやっぱりこれ見ると元気が出るし、うんうん、なんかね、人それぞれ生き方がありますけど、うんうん、やっぱり見習うところもあって、うんうん、こういうところも少しいいんじゃないか、でもやっぱりこれ義理を守るっていうのはね、すごくそれがあって、義理の世界ですね、そうですね、だからそれがもう全然バリアしっかりしてるとかね、うん、やっちまいやっちまいではなくて、うん、やるにはやっぱりルールがあるから、うん、その辺もちゃんと描いてる、なるほど、さすが井筒監督ですね、はい、まあちょっと2代目はクリスさんと比べて見てもらっても面白いから、いや別にじゃあ、いや家族が映画好きやからね、家族が映画好きですけどね、はい、一応監督には伝えてきたんですけど、はい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 、なんかそれよりもこれやってるんですね、ぜひとも見ていただきたいと思います、はい、実は12月27日の FM 尼崎の方の、はい、デートのシネマ館では監督のロングインタビュー、あーロングですね、超ロングですよ、ね、ショートで行きたかったのに、いや怒られる、ショートで行きたかったのにロングになってしまいましたね、はいはい、あの1曲、はい、1曲削るというね、けど、まあその今出た映画の中から1曲、ね、私の好きな曲を、あ、そうそう、あまり番組でならない全国ではならないような曲も用意しておりますので、なるほど、映画とともに、はい、人もご覧いただいております、はい、すごく感じがいい、はい、以上です、はい、ありがとうございます、皆さん、はいはい、ということでエンディングですけれども、はい、今日もなんかすごい賑やかでした ね、なんかでもあれですよね、なんかあの笑いが絶えないというか常になんか笑ってるみたいな感じの、今日はあの番組やったような気がしますけど、どうでした、松本さん、いやいや楽しかったですね、また出たいな、あ、もうぜひぜひぜひ来てください、来てきてください、ぜひぜひ、ね、ぜひなんかプレゼンするネタがあれば、ネタがある、映画じゃなくてもいいです、映画じゃなくてもいいですよ、全然全然個人的なもん、個人的なもん、何でも何でもですね、はい、はい、ぜひぜひ、あのまたそのなんていうんですかね、まああと年末ね2本っていう感じですけれども、まだまだ番組続いていきますんで、ぜひですね、これ言いたいっていう人がいたら、そうですね、ぜひぜひここへ来ていただいて、はい、挑戦していただいて、そうですね、もう早く罰が見たい早く罰が見たい、うん、もう罰でモザイクってこうなんか声がボイスチェンジャーで変えられてるみたいなやつを早く編集したくてうずうずしてるんですけど、なかなか後ろがね罰出さないんですよ、はい、なので、挑戦をね、はい、ぜひしていただきたいなと思いますので、お待ちしてます、お待ちしてます、よろしくお願いします、はい、はい、ということで今日も皆さんありがとうございました、はい、じゃあまた来週よろしくお願いします、ありがとうございました。